今日はですね、似たようなニュースが各新聞に載っておりました。一つはですね、原子力委員会の委員が自分の NPO に電力会社のお金をたっぷりもらっていたことですね。これはその新聞にはさらに原子力関係のその NPO とかいろんなところがですね、膨大なお金を電力からもらっていたというリストが書いてありました。これはですね、昔からなんですね、我々の電気代からかなりの量がいわゆる原子力の工作資金に渡っているわけですね、渡っていたわけです。長期間にわたって、渡っておりまして、これで、原子力の反対運動を抑えようということでやってたわけですね。しかしそれはやがてですね、刃を逆に向けまして、今度の福島の原発事故につながりました。私はそういう中にいてですね、だんだん腐っていく、原子力の技術というものをこの目で見てきたわけでありますが、人間とは不思議なもんであります。もう一つはある大学がですね、厚生省の研究費を秘匿しておったという記事がまたこれ一面のトップに出てました。これもですね、大学と文科省もしくは厚生省もしくは経産省などの研究費はですね、実に不明朗なんですね。もともと研究ですから、そんな不明朗なことをする必要ないんですけど、不明朗なんですね。この不明朗さはですね、また原子力関係と別の問題があります。つまり研究費を出すということ自体がですね、税金のシステムと合わないんですよ。つまり税金のシステムっていうのはですね、ある年、例えば今年ですね、今年の7月から8月ぐらいに各省庁の予算が決まります。そして交付されるのは、それが国会を通って交付されるのが来年の4月以降ですね。そうしますと各省庁で予算の検討をするのは今年の春、今頃からですね。今頃から1年後の研究申請をするわけですから、全然1年後にはもう研究状態も何も変わっていることが多いんですよ。そうしますと、もともと税金で研究費を出すということ自体が変なんですよね。つまり税金を出すということは、ある程度こういう用途に使えますよとか、こうしますよということが具体的に決まってなきゃいけないけど、1年間も何も研究しないというわけじゃありませんからね。だからこの矛盾が非常に大きいんですね。その矛盾の中でこういう秘匿事件なんかが多く起こります。それから全国柔道連盟ですかが、何もしないのに補助金を受け取ったというのは、これは随分騒がれてますね。これもスポーツマンシップに乗らないとか、フェアではないとこう言われてますね。理事は辞任もできないんじゃないか、全部バレちゃうからなんて言われてますけども、これもそうですね。それからもう一つ、これも一面のトップですけども、アメリカで自動車、日本の自動車メーカーがカルテルを結んで値段を吊り上げたということで、これはもう部長級の社員が相当数、ちょっと新聞見た感じで10名からぐらいでしたけども、もう禁錮なんかになってますね。監獄に入っております。日本から見るとちょっとこれやりすぎじゃないかって見えますけども、アメリカのフェアというものがどういうものかと、いうことがよくわかるものでした。このうち新聞の一面を飾ってたのが原子力委員会の委員の問題、それから大学の研究補助金の問題、それからアメリカでの自動車部品のメーカーの人が禁錮になっている状態、こういったことを報道しておりましたし、もちろん柔道連盟についても大きく報道されておりました。実はこれね、原子力委員だから電力からお金をもらっても法律には違反しません。それから厚労省からの研究費をどのように発表するかも明確に決まってません。柔道の指導などは、これはもしかしたら詐欺だという人もテレビに言ってましたけども、報告がどのくらい必要かってことは日本の伝統ではあまりはっきりしておりません。日本では談合っていうのがもうごく最近まで普通でしたので、ちょっと談合したから監獄に入るってのも分かりにくいかもしれません。だからこれは日本の古い伝統だということも言えないわけではないんですね。ただですね、私はこれはこのブログでも何回も書いてますように、それはすでに明治時代に否定されていますよということですね。これが明治天皇が言われた五箇条の御誓文、万機公論に決すべしということですね。すべてはオープンにしなさいと、そこで公明正大に戦おうではないかということですね。人間だからもちろん心の中に闇はあるんですよ。闇はあるけども、その闇を抑えて日本のために万機公論に決すべしだと、こういうことですね。ちょっと言葉難しいですけど、フェアっていうことですね。つまり全部オープンにしましょう、私の言うダダ漏れなんですけどね。全部もう会議でも何でも全部オープンにしましょう。私なんかも講演会でですね、写真でも録音でも何でも結構ですよと、私はどこでも同じことしか言いませんからと、こういうふうに言うわけですけどね。
もうそれで、フェアに戦えばいいわけですよね。人間というのは自分で額、自分の額に汗して働く。まあ、この前そう書いたら、いや、肉体労働だけじゃないよ。まあ、それはそうです。額に汗するというのはちょっと、象徴的な言い方でですね、もちろん頭脳労働は具体的に額に汗しないかもしれませんが、こういうのをまあ額に汗するとこう言うわけですけどね。それからそれの正当にお金をもらい、税金を払って正しく使う。決して後ろめたいお金は他人からもらわず、もらったお金は常にまあ原則として公開できる。もちろんもらった額がどうとかってことないけど、公的なお金は特にそうですね。で、そういう正しい人生が幸福につながるという確信が社会に必要なんですね。社会に必要なんですよ。自分の力、自分に力があれば稼ぎも多くなる。もしそれほどでもなければ多少貧乏に甘んじることもある。だけどそれはそれでいいんだと。社会が明るいということはただ一つだけ、これはフェアであるということですね。私は昔から誰々の子供だからその大嫌いなんですけども、なぜ嫌いかって言いますとね、誰々の子供だからっていうのは悪いことではありません。しかし有名な親を持たない子供がいるんですよ。その子はハンディを負いますね。ですからやっぱりフェアではないんですよ。必ずあらゆる競争、これ世の中の競争であれ、商売の競争であれ、受験戦争であれ、すべてオープンで公明正大に行きたいですね。ある学校に入るときでも、誰々の子供だから特別待遇で入ったということがありますとね、じゃあ誰々の子供じゃない子供はどうするんだと。やっぱりフェアな取り扱いを受けないわけですからね。だからやっぱりこれ問題なんですね。だけどまあこれも昔から人間というものはそういうもんなんですが、不思議なことに力があったり恵まれてる人がですね、ズルをするんですよ。ズルをする必要のない人ほどズルするんですね。一つの例を挙げましょうか。江戸末期にですね、日本に来たスイスの施設団長アンベールっていう人がいるんですが、まあ、その人が日本の印象について書き残してますね。若干の大商人だけが莫大な富を持ってるくせに、さらに金儲けに夢中になっているのを除けば、概して人々は生活のできる範囲で働き、生活を楽しむためにのみ生きているのを見たと書いてありますね。まあ、これは渡辺教授さんの幸福の面影という本から、まあ、渡辺さんの了解を取って、こう引用しているわけでありますが、人間ってのは不思議なもんですね。大商人は莫大な富を持っているくせにさらに金儲けに夢中になるんですね。ところが人々は生活のできる範囲で働き、生活を楽しむためにのみ生きている。もちろん幸せは普通の人にあり、大商人は不満と恐怖の中で人生を終わるんですよね。まあ今度私は小学館からですね、正しいとは何かという本を出版したんですが、まあよくこの講義を通じて学生から言われるんですが、この前その本を読んだ方からね、もっと早く読んどけばよかったなと言われました。実はね、人生が幸福になるっていうことはフェアであることなんですよね。大商人がね、不満になるのはまた不満になるんです。それなぜ不満になるか。それは自分がですね、やや嘘ついてるので、それが自分に跳ね返ってくるんですよ。不満とか恐怖っていうのはですね、フェアな中には生まれません。フェアであるときにはですね、たとえひどいことになっても覚悟はつくものですね。ところがいつもいつもずる賢い言葉を考えていると、常に自分はその自分のやっているずる賢さがですね、壁に跳ね返って自分を攻撃してきます。それが不満とか恐怖になるわけですね。まあ今日ですね、私はちょっとテレビでもお話をしたんですけども、この原子力委員会の問題、それから大学の研究費の問題、全従連の問題、そして自動車部品メーカーのカルテルの問題、これが今日はですね、まとめて出てました。そして他の新聞にはですね、原子力規制委員会が、電力側にこうすり寄ったんじゃないかという、またこれも大きな記事が出てましたが、このすり寄ったという表現を言われるのはですね、やっぱりフェアじゃないからなんです。何か後ろにある感じがするんですね。原子力規制委員会の委員のですね、5人おられましたかね、全部の生活をダダ漏れして常に放送し、ネットでですね、会議を全部オープンにしたらいいんですよ。原子力規制委員会なんか何にもはばかることないんですからね。原子力は特に、公開は大原則ですからね。
だから全部会議、それから個人的な話ですね。例えば原子力規制委員長のところに電力会社の幹部が来たと、ああどうぞどうぞいらっしゃい、そこに今テレビカメラで放映されてますから一応ご承知をくださいと、これでいいんですね。そしたらすり寄るもすり寄らないもないですよ。新聞にはですね、原案が書き直されている写真も載っておりました。こういうことでですね、本当に不幸な人生を送るでしょうね。私は、今日のこの記事を見てですね、正しいとは何かということをもう一回考え直したものでした。